外ですよ。飛ぶって確定したわけじゃないんですけど、今日の7時から引いてな。やめるのはいいんだけどって。まああいつその人の車借りてぶち壊したとかあるから、あれだからなんかもう自立しちゃう、借金して飛んだ。そういうことか。まさかのなんか会社に屋敷給料ある方あれ困っとるもんで、今日もらえないですか。ちょこいつ飛んどるのに何を言ったんだと思って俺。かかとった、あ、かとった、え、おい、はい、とりあえずドバイ行くと思うんで。ドバイ何？ドバイに行くんですか？いや、もし逃げたらそこにおらんかったら多分ドバイ行くじゃないですか、安全帯取りに。あ、そういうことですね。だから指令と向かわして引き止めといてもらう。はい、まあ、分からんすけどドバイ行くか。はい、分かりました。はい、また連絡します。はい、もう寮に着くんでおるかおらんかはっきりします。了解です。お願いします。はい、あ、一緒じゃん皆さん。あ、これ左だったな。はい。お、また問題発覚で、これ左行け。はい、行きます。また問題ですよ。またクソ人間がうちには。いや、舐めやがって本当。こういうことは早くないです。まあ飛ぶって確定したわけじゃないんですけど、今日の7時から引いてな。はい。視聴者に、まあ、登場して、こっち反対、まあ、です。これ右です。登場してまだ数回ですけど、まあ、入って1ヶ月ならんのかな？ちょうど1ヶ月ぐらいですかね。うん。やめるってなってんですけど、おる。いない。うわ、行かれた。うわ。うん。どこにおる今。今、自転車パンクしちゃったので、今家乗るぞ。うわぁ、ドバリにあのヒデってやつが今向かっとんだけど、多分あいつ飛ぶんだわ。今ゴリから電話あった。おぉ、ナイス。もう間に合わんでしょ。電話あって、ちょっとどうするんだし、あのスルースローから言ったら、いや、引き止めてほしいらしいわ。間に合うの？いや、俺も今ドバリに向かっとんだけど、もう今あいつ多分タイヤ交換したら5分ぐらいついちゃう。とりあえず向かおう。ああ、了解です。はい、はい、はい。ドバイ来ましたけど、あー分からんけど、多分あいつは飛ぶつもりだと思うけど、一応7時に会社に来るってことになっとんだよな。はい、何がそれ原因かっていうと、もともとはなんかあいつが仕事をなんかぶち切ったりしとったんだよ。そうですね。まあ勝利も怒られたりとかなんかいろいろあって、あ、勝利も怒られたりとかいろいろあって、はい、でぶっちぎったな。まあ、ちょっと俺詳しくわからん。また賞に評価するわ。はい、まあ、とにかくでも、ま、やめるってなって、今日夜7時に呼び出しとったんだわ。はい。うん。俺もだって、お前がたまたま会ったんか。さっき言ったら動画になってないよな。なってないです。お前がたまたま、昨日も全然連絡取れんもんで、はい、家見に行ったら、あいつがおったんだな。はい。4時ぐらい、夕方の4時に。はい。で、多分、それで電話しろよ、ちゃんと。つって電話したんだろうな、賞に。はい。俺はその賞の電話もらって、俺全然違うところだったから。はい。で、まあいいわ、じゃあ。もう辞めるのはいいんだけど、って。まあ、あいつ、その人の車借りてぶち壊したとかあるの。はい。従業員じゃないんだけど、違う、あの、系列会社。ナイロパートナーズっていう系列の会社が同じ量使っとるから、はい。で、そこの子に車借りたらミッションかなんかぶち壊して、なんか。積み替えって言ってました、ミッション。クラッチの積み替えなんか、わからんすけど。まあ、とりあえず、まあそういう話もあるもんで、一回7時に来いよ、と。いう話で、話はついとったんだな。多分ショーの電話も出たんだ、昨日の時点だよな。はい。お前が4時に来ると知らんかった。俺それ知っとったらもうこいつ飛ぶわと思うわ。いや、すいません。ねえ、たまたまお前が朝。朝。俺がちょっとこっち来ようって言って、喫茶店で呼んだんだよな。はい。で、僕寮に車止めて呼んで、車乗ろうとしたら、寮の駐車場でタイヤ交換して。タイヤ交換しとって。やばいって、もう、チャラになかったんだよな。はい。まあ、いかん、俺もカフェオレだけは飲んでから行くぞって。卵とカフェオレのせいだな、あれな。すぐディア、捕まれとったな。そうですね。しまったな、俺も。で、まあ、
安全帯は絶対取りに来るでしょって、商売道具だで、はい、道具が取りに来るでしょって、今こっち来たんだけど、まあ、いないよね。いないですよ。だってあいつだってセコン持ってないよ。でもね、なんかあいつ、まあ、レンタカーかなんかもう乗り捨てしたの。それ誰から聞いたの？レンタカー屋さんから会社にクレームが来ました。なんで会社にかかってたの？多分勤務先とか情報書くときとか。結局あいつも YouTube で来て1ヶ月2ヶ月ぐらいおったの。1ヶ月ですね、多分。YouTube だよな。書き回してやめていきました。まあまあそうやつ思うでな。はい、あのこういうの見てもう本当にクズばっかりだけど、俺 YouTube になっとるでね。まあそういうやつばっかりと思わんでね、ちゃんともう真面目な人たちがいっぱい働いてるからじゃ、はい、こういうのがまあ入ってくるだな、現場仕事は。ちょっと様子見ようか。はい、まあちょっと若いですけど度が過ぎてますね。うん、はい、俺好きだったのよな、あれな、はい、あと息はあったっすよ、ハキハキしてな。はい、いやあいつは、いやマジ来てるわ、あいつの安全帯は綺麗、綺麗な安全帯は。あ、これつけたわ、これ、これつけてました。オレンジつけてました。なんか喧嘩してんの？あいつ、いや飛んだ、あの金しあの借金して飛んだ。そういうことか。うん、じゃあ俺初めて会った時、俺にはあのタメ口は聞かかったけど、タメ、うん、口っぽいような言い方したの俺に。うん、こいつ泣くとこなと思ってよ。あ、ほんと。俺は、まあ、俺は嫌いじゃなかったんだよね。いや、タメ口じゃないんだけど、タメ口っぽいよね、俺に物をしゃ対応してきたもんで。うん。だからこれちょっと生意気なやつだな。ちょっといつかこれ、出しって言えたらかんな。これ、怒らさせなかんなと思ったら。ああ。そこが悪かったらしいよ。そうそう、ダブル的に。うん。ショーに聞いたら、はい。相当。やっちゃうのはいいんだけど、まあ、ちゃんとそれ。あったらしいよ、そこが。手みたいなことやってる、人のものを借りて壊してもらったりとかさ。そうだね。それで何、車、自分の車パンク直してるんですか？今ちょうどたまたまこいつが朝見たの。だから、うん、あ、こいつ逃げるところな、捕まえに行ったんだけど、もうなんかおらんかった。まあ、ええか、なんか入ろうよ。無理、はい。要するにね、こっちもしょうがないでしょ。まあな。もし来たら引き止めといてください。うん、はい。鍵持った？鍵持ちました。なんかな、3階です。うん、窓はついてなかったです。え？おい。鍵も買って入るの？うん？あ、これ帰ってきそうっすね。カバンは？カバン、あの奥にいっぱいあったっすけどね、昨日。この右奥にいっぱいあったっすけどね。で、あいつはこうしようとか。はい。めちゃくちゃ汚いよ。カバンなくなってる？なくなってるっす。ここに、ここにあったんす。嘘？なくなってるっす、間違いなく。うん、帰ってきそうっすけどね。なんかこの感じ見たら帰ってきそうっすけどね。まず必要最低限持ってったのか。それはしかし生活しとんの。でも鍵ありそうだな。でももうショーの電話出るだろう。出ないって言ってました。待ってる？はい。あ、待ってんの？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。緊急ミッション発動中でございます。はい。どうしたんですか？こんなとこまで呼び出して。いてる？え？いないでしょ。おーい。もう退去したんじゃないです？おーい。てってて魔法の鍵。魔法の鍵。おーい、これでいたら怖いけどね、ちょっと。おーい、いてるか。おーい、草。
す。あ、ちなみに、うん、電気とかも解約しちゃいましたけど、いいですよね。あ、いいよ。うわ、すっご。きったな。あいつ着てるわ。え、本当です？うん。この間の形が変わってるわ。へえ。え、鍵って回収 したんじゃないですか？違う？回収してない。あ、してないのか。うわ、えぐい。入りたくないの。汚い。うわ、これ使ってきてるわ。うん。まあ、帰る家がないから帰ってきてんじゃないですか。はい、お疲れ様です。今日もご苦労様です、現在8月13か13、今日からお盆休みですが、はい、12か、すいません12、現在15時に、まあ、堀川署を呼んで15時、残り2分で、はい、どうやったんだろう、これ続きないな。どんなんだろう、正確には。一応 LINE はもらっとるんですよ、うん、辞めさせてください、うん、で電話しちゃって、でそこから、もう辞めるなら辞めやっつって言ったら、その部屋の掃除と、うん、ジムとのその会社辞める手続きと社長にもちゃんと挨拶して辞めてけよって来たんですよ、うんうん、でそれが今もまだ記憶になってないんですけど、うん、でそこから電話しても繋がらないし、結構前だよ、1週間ぐらい前か、うん、で話がちょっと急に、全然家でお前たまたま見たのかな、朝タイヤ変えとるところを。ああ見ました、はい、で捕まえに行って、あれ動画撮っとるよな、はい、家に行ったんですけど、まあ連絡取れず電話出ずなんだけど、まさかのなんか会社に電話して給料があるかと。そうっす、ジムも、まあ、ありますと。はい、まあ、実際に1万円ぐらいあるだろう。え、5万円ぐらいありました。残り、はい、もう全部精算したら5万円とか全部引いてな、はい、で5万円ぐらい残るんだけど、それをまあ取りに行きたいと、はい、ジムに電話したんだろう。はい、そうです。でまあもう事務所閉まるから大分けにしてください、はい、もうそれも俺は口裏合わせるんだよな、大分けって言えと。はい、で所長も仕事だし、はい、で体制整えてから呼び出してやったらばあったけど、まさかの目にも電話してみて、しかも俺さ名前をさ、登録をさ、わけわからないと言うからさ、誰って書かれてるな。俺、誰って登録したんだ、ちょっと。で、多分着信がなぞって、何年かな、多分登録しとったんだろうな。で、誰ってやつから電話かかってきたな、と思って。誰だと思って。うん、ほんなら、ショートメッセージ見たら、これ、なんかこう、バーって、ショートメッセージやっとるで、はい、あいつとな。あ、ヒデだ、と思って。あいつがもう印刷切りました、とか、あいつ、そういう宣伝だけはしっかりしてほしい、ここにやってたな、あいつな。あ、すみません申し訳ないんですが、お話ししたいことがあります、どこかでお話できないんでしょうかってメッセージが来たんだ、はい、で俺電話したんだ、はい、なら、まあ、給料を防護検討にご一致って言うんですけど、ちょっとお前困っとるもんで今日もらえないですか。ちょ、こいつ飛んどるのに何を言ったんだと思って、俺根性はすごいですね。根性ってバカなんでしょ。本当バカって言うんですね。だって俺とかが知らんと思っとんだよな。多分そうですね。足場の連絡一切頼めるみたいな。頼むのつかないです。飛んだっていう認識もないし。ていうか、あいつ3時回っとるよ。飛んじゃう。はい。え？この時点。3時の話じゃないの。もう来なかったら会いに行くのが一番早いと思うんですけどね。3時来る？めんどくさいですけど。これでおらんかったら完全に。舐め腐ってますよね、社長まで呼んで。どうしよう、まあ家行ってみるか。どうしよう、動きしちゃって。はい。マジやあいつすごいな、マジでクズだな、まあ、クズ極まっとんなあいつ。まあ、次回にするじゃん、続編にする、この続きは。いや、もう行った方が早いっすよ。いや今から行くんだけど、はい、あの動画は2本に分けるから。おい、ええ、どうにもうやめたの、やめない。翔太ちゃん、連絡もお前無視して、お前連絡入れたね。逃げてたわけじゃないです。何だ、自分でその電話で出て話すのが、もしあんまり逃げてないです。逃げていいですって、お前誰に向かって喋っとんだ。お前
僕は逃げてるつもりじゃなかったんで。いや、なんなんだって聞いとるよ。こいつも15万4000円飛ばれたらお前どういう気分。いや、それは絶対飛ばないんですよ。いや、お前もそこは言い切れるんだよ。じゃどうやって言い切れるんだ。たまに警察、刑事事件でも何でもしてくれて。刑事事件だから。